戦車ダラニスの中は子供たちに突きつけられた現実の重さがそのまま空気になったようによどんでいた。ねえねえ。そうね。そんな重苦しい雰囲気の中、妙な事件が起きていた。何なのです？ぼーっと光る子供の亡霊のような姿が戦車の中に現れたのを見たという話だ。亡霊は何も言わず現れてはすっと消えるだけだったという。子供たちは疲れていたから見た幻、つまり気のせいだろうということにした。ゆっくり待ちましょうか。ねえがやる。
よし。どうした？どうした？もう、あのさ、まあそうだな。もう、よう。やれやれ。なるほど。は？そうなの？はあ。ふん。いや。ふん。なんだって？元気？はあ、何？あのね、そうだね。あのさ、そうか。え？うん。そうだね。ありがとう。調子はどう？あのさ、そうか。違うのです。素晴らしいのです。興味深いのです。あの
機嫌いかが？ おしまいだ。
れ様。僕たちは負けない。気をつけろ。気をつけろ。撃つのです。メイたちはすごいんだよ。あっち行って隠れなきゃ。大変なのです。計画通りなのです。
召集ロシナマです。しっかりしろ。危なかった。攻撃の準備を。
切り直しだ。いられないのです。私がそばにいるわ。任せてほしいのです。
任せてほしいのです。これで大丈夫なのです。眠いのですよ。いけそうね。何？実は。いたぞ。化け物か。攻撃開始。気持ちが落ち込んでいても敵は容赦なく襲ってくる。落ち込んでいる暇など与えられなかった。勇気を出して。あなたたちには戦う理由が、戦わなければいけない理由があるわ。今は戦うしかない。戦わなければみんなが死ぬ。子供たちは勇気を振り絞って顔を上げた。みんなを助ける。てめえ
気を出して。防御体制なのです。防御体制なのです。防御体制なのです。これで大丈夫よ。燃えちゃうのですよ。防御体制なのです。ですよ。メイも頑張る。
みんなを助けるためにこの戦車タラニスで前に進み続ける。子供たちは改めて思い思いに誓うのだった。Thank you.